ke dalam gitu bentar. Lembang. Kukira dirimu selalu. Pun orang dulu nih. Okay. Semalam udah kelar ini, tinggal alur cerita. Bang Vince. Semoga enggak makanya biar tidak tertabrak. Tabrak. Oh, semalam satu lagi ya. Langsung aja. Bagus juga nih. Masalah bisa ngomong. Baru mulai langsung ekstrim. Apa penting bicen aja, bicen. Bicen bukan. Padahal mah gampang anjir. Bisa. Dah. Biasanya tinggal ini. Tinggal eventnya dua kali. Tunggu. Buat akun Bang Rapa sabar ya. Ganti HP. さっきなりさんもセノさんもまあまあ私が思うでもそれにってことは
姉ちゃん、まず私はやっぱり、そうだぞ、うん、おっ、そうだ、うん、それから、その上、ひとともん、モナさんのベネットは入らないか、ほら、ベネットの運、一応書いておこうぜ。あ、思いついた、偵察騎士のアンバーさんも、アンバーさんはやっぱり立派なが、他に候補はいるか、考えてみるね。アルベド先生は他の人に測力、うん、じゃ待って、あう、gue ini baru pertama jalanin ごめんなさい。スクローズ、なんだ、もしかしてもう約束の時間なのか。気を楽にして、お前たちと一緒に行くよ。まだ話の途中だった。次は3つ目だったよ。どうかな、あいつのあの身。じゃあガイ、いよいよお前もけどって思ってるんだろう。あいつを見る限りめちゃくちゃ嘘が上手だぞ。返すこと金融野郎、あの金融主人のこと。代理団長のジンさんはすごく、例えばリサさんが図書館に、あとはクレイちゃんはや、確かに、オイラたちが、私、教会のロサリアさん、あ、コレイさんは、だいぶ前、か、その時、アルベ、当時の彼女の表情はまるで、だから彼女はもしかしたら、ロサリアは、確かに喧嘩が得意そうだし、いや、私もそう思う。すごいやつだぜ。それなら、セノさんも入ると、うんうん。セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそう。じゃあもう一人、リザ。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし。私ももう一人思いついた。ほら、メモ、待って。あと一人。彼は、その、実は、ティマヨスは最近、恋愛にのめり、誓ってたんだ。好きな女、こいつ好きなやつ。そうなんだ、私もまだ会ってないの。そういえばティマイオスの父、もちろんだよ。でも私は勉強だな。よし、じゃあ、みんなさ、そうだよね、いいね。あと情報、わかった。そうし、旅人さんとパイロンは、じゃあそっちは、lagi-lagi quiz NPC yang kasmaran, cowok. Maza, kyoten, kyoten, cowok. Nih, sore kok. Lisa-san no ajito ni. Nandaka atashi, machigatta ta. Lisa-san, あれ？
スクロースにコレイ。どうして君たちが。コレイ、やっと来れたのか。もうタポール。驚いたかい。彼女は外出中。俺は違うがな。俺は資料を調べてるわけじゃない。ただリサさんってセロさん。ああ、彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある。なるほど。って違う違う。どんな予言だい。なるほど。このふ、ああ、そのスクロース、うん、来る途中で考えたの。だから追っても。こんな、確かにいい方法だね。ああ、分かった。うん、お願いします。じゃあここにいた人たちにはチェックを入れて。うんうん。二人とも内気な性格なのに。コレイはモンドに戻ってきてから人にツッコミを入れることが多くなったと。確かにちょっと。外へ出かけてかつて歩んだ道で。ああ、だが俺が初めてコレイ。でも今は違う。コレイはとても敏感で内気な子だ。僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ。モンドへ来て植物を探すのもそうとは言えない。こういう時はすんじゃ。もう少し彼女に時間を。それはスクロースの指導者としての自信。そうとも言える。そういえば君たちから見ればスメールでは学術的資源は社会資源に等しい。まあ僕たち。なるほど。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか。純粋で汚されていない、何の学術の力も介入していない兄弟関係。あんまり認めたくないけど。理解できるよ、君たちが言ったこと。それはそうと。その話題はやっ、年齢から見る君の精神。ダメだ。ちょうどミカも来ているから。ベネテ、こんにちは、ミカです。よろしく。そうかしこまらなくてもいいぜ。ウィンドブルームスタイ。オイラたちまだ遊んでないんだ。予言って何の予言だ。いい予言ですか、うん、あら面白そうね。お前らのリストには俺までいるのか。これで自分を知る。そうですよ。よし、今すぐ考えよう。とても行き届いた。少しか。他のやつにも知らせる。うん、次は星拾。うん、悪くひかわいこちゃんたち。なんじゃな、まだストーリーが見つけた。私のノートによると次の場所はあっちだ。うん、
いるみたい。アンバー、それにエウラも。アンバー、あれ、スクロウさん姉ちゃん、それに長いマフラーを巻いてるお姉ちゃんが。モリー、ちょうどあんたの話をしてたところだったんだ。あ、彼女のことはまだ知らないよね。紹介するね。この子はノエル、セピロス騎士団のコレイ様。こんにちは。過去に、そう固くなることないわよ。楽にしてちょうだい。クレイちゃんはどうしてここに？お魚をドッカンしに行くの？違うよ、クレイは今騎士団のみんなとパトロール中なの。そういえば、私とコレイさんを覗いたら、ここにいるのってみんな女性。前に聞いたことはあったけど。コレイお姉ちゃんは何をしてる人なの？アビディアの森で見習いレンジャーをやっ、見習い？まだ正式なレンジャーにはなっては。私と同じですね。さっきパトロールとは言ったけど別に緊張するんじゃない。当ててみようか。そうそう、アンバ。あ、ごめん、私ついうっかりどんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよ。今は何を話したらいいんだ、思いつかん。実は私たちからもちょっとしたサプライズがあるんだ。何何、どんなサプライズ？クレイも聞きたい。スクローズがきっかけを作ってくれた。面白い予言ですね。ただ、なるほど、君たちの代わりに情報を集め、ありがとう。友人なんだから急いで返事を考える必要はないから。うん、面白いわね。みんなで思いついたことを書いてそこに入れましょう。安心して私たちに任せて。けどその前にまずはパトロールの順路を回らないと。どこを回るの？今日は暴風山地からボンド城の城門までだよ。気にしないで。ああ、そうだな。またお会いしましょう。オレイさん、大丈夫？そういうわけでもないけど、つまりバレバレだったってこと。もし悩み事があるならスクロース。私実は、でも中の、ハンバーのことは私にもよくわからないんだ。昔モンドにいた頃の私は未熟で警戒心が強くて、アンバーがいなかったら私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ、でもむしろそんな。コレイさんスクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれない？この子の状況は。ごめん、まだ知り合った。そんなの。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって、だって私、でも前に私が錬金術の話をしても、さっきの話を聞くまで。本当？本当だよ。あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。言葉を口にする前に何度も頭の中で考え、あなたと出会うまでここ、私人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。話題なんて何も考えずに、ただ一緒に座ってればいい。スクロース、本当に何も話さなくなった。スメールにいる時もよく場所を。今度の風は柔らかねえ、見て、
あの雲、私のし、え？ああ、私は、そっか。じゃあ私たちって、でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。何がよ？私の自慢の作品なんだ。ああ、そうだ。クッキーがあるの。うん。あの二人、あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。そうだね。コレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない。よくわかんない。何が違うの？全然違うよ。クレイももう少し大人になったらわかると思う。Anjir panjang banget ini, suntuknya. Enak masangnya aja. Moga lah kesorean. ティマイオス？それにロサリアと思う。私も聞きたいです。これは一体ど久しぶりね。その様子だと、おお、少なくともそこで地面。そんなこと言よく言えた。もちろんは気にしないで。別に手確かに手間は。何があったんだ。うん、実はけど、そう、はあ、さすがにこういう場所で死を求める人には合わないわね。別に死を求めてなんかない。僕だってこんなことになるとは思ってなかった。だが聞いてほしい。人の少なるほどオイラたちの。え、そういうこと。そんなけど今日ここに来たのもその好きな女性に。ストップ！そんなの誰も聞いていませんから、勝手にその人の話を始めようとしないでください。バレたか。手がかりが必要でしたらこの天才先生術師である私ももちろん手紙を書きましょう。君たち忙しい。うん、じゃあな。もちろん。Makan mulu, Paimon. Nah.
部用意できた？ああ、もちろん。ちょっと、こんなに付き合いが長いんだから。今日は牛暇なら私のところへ来てちょうだい。景色を見てるの？金曜野郎、お前もご飯を奢ってくれるの？残念、君たちと会う前にお酒を飲んだばっかりなんだ。だからその気持ちは心に留めておいて。これからも機会はたくさんあるだろうしね。それよりいいし、いいしろ、見ればわかるぞ。なんだこれ。今の君たちに一番必要なもの、予言にある謎のその地図が示す場所に行けば君たちの探しているランプが見つかる。ただ僕が君なら、秘密は長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなで集まって開けることにより意味がある。とりあえず僕からは以上だよ。二人とも急が、もし暇ならまたそれをやるのか。うん、でもそれじゃ、ま、金融野郎に会う旅、少しお話いいかしら。ん、こんにちは。私のことはスターレットと呼んでちょうだい。君と同じで一杯ジュースをおごるけど、どう？そうけど、私の行為を否定しているってわけじゃない。そんなのがわかるのか。オイラたち実は経験豊富な冒険者なんだ。ええ、だからこうして話しかけたの。さっき商店街で買い物してた時にたまたま、まあ確かに、それってとてもモンドらしいものだと思わない？だから失礼を承知でお願いする。予言というよりもこのモンドという国に深い興味があるの。私は遠い異国の生まれなんだけど、私の家族や友人はもんつい最近偶然その人と関係のある記念日だったから、こうしてわざわざ足を運んでみたってわけ。彼女が目にして、お前はも確かにロマン。ひおい、じゃあ予言の件は。それじゃあ、あの格好確かにモンド人じゃないみたいだ。私のために存在しない花を見つけて、私のために嘘をつかない忠実な人を訪ねておくれ。私の自由に見えるこのモンド城、君にもいい一日よ。12. じゃあ、そん
在しない花に関するリナリさんは、私の答えはというと存在。次は絶対に迷う。モナは一緒に予言。ミカからはそれほど。それからアンバーは嘘をつかない人に関する手がかり。ティマイオスは私たちに。最後は永遠に終わらない伝説に関する手がかりだ。リサさんは伝説は人々の心に永遠に残るものだと考えてるみたいだ。私はというと永遠に終わらない物語には希望と夢が満ち溢れているものだから。それでこれらの手がかりにはどんな答えが隠されて、もしくは私たちが思う一番いい答えを交換し合おうよ。待ってくれ。キモイオス、どうしたの？ごめん、時間がなくて手紙を書けなかったんだ。みんな、僕は多分嘘をつかない人になれるかもしれない。え？また唐突だな。別に信じないわけじゃないけど、一旦落ち着いてちゃんと話してくれないか？僕とウグイスさんのことは簡単に話す。スクローズ、キマイオスって毎日合成台の前に立ってるからてっきり。もちろん打ち込んでる時だってあるよ。いつも手紙を書い話をほんで、お前が星拾いの時。その通り。セシリアの花言葉は遊興者の真心。これを僕とウグイスさんはセシリアの花言葉は遊興者の真心聞いたんだ。それに僕がすごくいたたまれない気持ちでいっぱいだよ。みんな他の人のために頑張ってるのに。ティマイオス、だから僕も君たちに。でもそして先月からずっと計画してたんでしょ。その人をモンドに誘うんだって言って。確かに手紙にはそう書いたことがある。今は他の子プレゼントも。とにかくそこまで言う。ありがとう。これで嘘をつかない残りの人についても。それじゃあ名前を花。よしよし、ならクレイちゃん。はい、クレイちゃんがいるとなんだか遠足みたいですね。雰囲気が和らいで。ちょうどもちろん私。僕も。おい、実は分かるとはいえ予言の。ああそれならもう。さすがなら、そこへ。うん、なずまんげん。やっぱりまやん。Wah, di sini kayaknya ketemu Ember lagi. 20 lebih juga. Woi, belakang ini. Ganggu orang bokap ini. Ah, di atas. Ini dia. Pastel aja. Emang gak ada nayan ya? Gue mau dia ke rumah aja, tinggal ngambil aja, males ke sana. Ayo, dia semalis, gue mau pengen lo. Tapi gue bilang itu dapet. なのか。カッタビビトさん、紙に書いてある字を読んでるの？ああ、
どれどれ、顔を上げる、で耳、わっ風だ、相当強い雰囲気だ、上に行ってみよう。え、飛ぶの？あ、空に小さな島、万が一のためにルートは全部切る。こんなところにこんな鉄モンドの上空にこんな隠された場所が、テーブルにすっごく綺麗なの、何やら石の背に文字が書いて、席につき答え、ああこのヒントに従って、待ってくれ、どうして念入りにチェックしてから座って、それにしてもアルベド先生、状況はどうで、うん、全て問題ない、それに、え、つまり僕たちは皆まずはパッと聞いた感じ、さすがアルベド先生、そ、なるほど、モナどうかした、モナお姉ちゃん、ありがとうございますクレちゃん、先ほどアルベドが調べていた時に私も占いで、ここの異様な雰囲気は尋常ではありません、この細工がかい、まさか、はあ、そこまで、船アルベドに、あ、うん、もうなんて、じゃあ頑張れスクロース、うん、私の答え、絶対に迷わない道案内に、コレイ、ふぅ、私のこと、私はいつも導かれる側、全然大したこと、私は三つ目の問題の回答者は僕だ、嘘をつかない人、それは僕だ、子供の頃から大人になるまでこれといった長所は何もなかった、それと僕に自分、さて最後の、永遠に終わらない、おいランプが光るわ、ランプ、え、でも、コレイ少し立ってくれるか、ああ、おい、なんで人が変わったのに、ま、みんなそろそろ正確な答え、古く謎めいた予言だが、まさか君と、うわ、僕たち以外にもこんな場所に人が、また会ったわね旅人、あ、お前はあの日鹿狩りでオイラたちに挨拶してきた、みんなのおかげで、そうかい、あら挨拶はいいわ、私が異国の君はこっそり、私は毎日仕事をいいわ、なら認めるしかないわね、この予言を童話の本に挟んだのは私よ、どうして、じゃああれは本当の予言じゃなかったのか、心配しないで、うん、私が怪しい存在なの、それを私に残してくれた人はという、ここにいる人たちも彼女の名前を聞いたことあるんじゃないかしら、古くからある女性集会であり、メンバーはそれぞれ文字をコードネームとしている、そんな、どうやらあなたが B ので、どういう、それを説明するには古き王子から話す必要、君たちがわざわざよ、ランプはすでに光った、うん、なら次はあなたの安寧を妨げることをお許しください、あら、どうして、ランプの向こうに
ママ？若い人の声がいっぱい。マダム、食べましたか？私はジェイの結婚。待ってください。オバマ、その言い方、まさかモナ？誰です？私の師匠を真似するだなんて。それがどうした？アリスさん、ママ、どうして他の人の話し方を真似するの？あなたたちもいたのね。なら大丈夫ね。アリスさん、どうして？だってこのランプってもう何年も光ってなかったから、てっきり少女時代の親友から連絡。なんだよ、急にそんな恥ずかしそうにして。このランプの管理を風神バルバドスに任せたのは確かに覚えてるけど、どうやらみんな風神の、もしかしてあなたたち、私の愛するお茶会のテーブル。うん、すごく長いテーブルだよ。そう、まさかこんなことが。待てよマダム、これはおそらくあなたから答えた方。みんなわざわざ来てくれたんだし、それなりの報酬を用意しないとね。魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。でも彼は歌を口ずさみ、ライアーを引き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持ってお茶会でわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは茶葉と美味しいケーキのみ。昨日愛する人を殺したわ。彼は老い病気だった、はあ、深く愛していたから私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。私は息子を一人育てたんだ。数ある子供のうち残ったのは彼一人だけ。母になったと言えるだろう。私の寿命は君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちの子の相手もね。うん、そいつは面白い。占ってあげよう。予言で私たちの良き仲を引き裂かないでよね、親愛なる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを風に聞かせるの。国々の戦争も天地の崩壊も、世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。つまりここは伝説にある魔女たちが集会を開く場所だったのか？え、私たちはいつもここに集まってお茶を飲みながらおしゃべりをしていたの。でもランプを見つけた人が祝福を得られるってどういうことだ？それはね、まさか本当にジェイ以外の人が予言を見るなんて、ちょっと恥ずかしくなってきちゃったわ。実はそれはジェイの結婚前夜、私たち姉妹が彼女に送った手紙なの。やっぱりアリスさんたちが一緒に書いたものだったか。アルベドちゃんが答えを言わずに我慢してくれてたのは私にとって一番の救いね。あなたはきっと謎かけを見た瞬間にいくつか分かってたんじゃないかしら。いや、そこまですぐではなかったよ。存在しない花、絶対に迷わない道案内人、嘘をつかない人、永遠に終わらない伝説。この4つの言葉はそれぞれ4人の魔女を意味しているわ。魔女の1人が愛する人と余生を共にしようと会を抜けた時、他の魔女が彼女をここに呼ぶためにこの予言を書いて送ったの。存在しない花、文字通り世界には存在しない花のことよ。これはコード R、
黄金レインドットの署名ね。この世に存在しない種を想像できるものがいるとしたら、きっとそれは彼女しかいないわ。絶対に迷わない道案内人、これはコード N、 ニコの片付けよ。あなたたちはまだ彼女を知らないかもしれないけれど、彼女は行く先を気にする不思議な女性なの。ここにいる人たちの中には運よく彼女の声を聞いた子もいるかもしれないわね。世界が稀に変動を起こすとき、彼女は預言者のように人々に真相を暗示するから。例えばそうね、彼女は人の脳裏に話しかけるのが好きよ。もしもいつかどこかであなたたちが重大な危機に遭遇したら、彼女はその声であなたたちに行く先を指し示してくれるかもしれないわ。世界にはこんなにも多くの謎を秘めた女性がいて、さらにはお互いに知り合いだったなんて。嘘をつかない人、それは私が残した暗号ね。あまり気にしないでちょうだい。だってコード A のアリスはいつだって誠実な人が好きなんだもの。それから永遠に終わらない伝説、あなたたちは M を知らないかもしれないけど、彼女の作品は見たことがあるかも。あ、モンバの子供ならみんなあのシリーズは読んだことね。私も大好きな童話の一つよ。 M はとても偉大な人間で、そのような人が魔女の称号を得るなら納得もいくでしょ。なんだかとんでもない話になってきたぞ。確かに不思議だけど、これら全てが真実であることは私が保証するわ。J も人間だったから年老いて亡くなり、その称号をそれぞれの弟子に残したの。アリスさん、あなたはどの代の J の継承者も認めてくれませんでした。私の代までもう数百年も経っています。ずっとあなたに会いたかった。あなたも魔女になりたいのかしら。というより、私は魔女会が一体何を意味しているのかが知りたいんです。以前まではあなた方がこの世界の命運を掌握する女性たちだと思っていました。しかし今日、あなた方の中には J 以外にも一般人がいることを知った。がっかりしちゃったかしら。いえ、とても面白いと思ったんです。より一層魔女になりたくなってきました。今までどの J の継承者も認めてこなかったけど、あなただけは違うわね。あなたは彼女たちよりはるかに面白いわ。いつも興味本位で物事を進めるアリスさんが、また心を動かされたようだ。今すぐにというわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行くわ。スカーレットちゃん、あなたにはJが結婚した後に故郷でどう過ごしていたかお話ししてもらおうかしら。つまり仲間たちから予言の手紙をもらった魔女がその J で、そいつは結婚した後に魔女会を抜けたってことか。ええ、私たちが彼女に送った手紙、その意味はただ一つ。彼女も読んですぐに分かったはずよ。予言にある4つの文は全て私たちが彼女に願ったこと、私たちに会いに来て、あなたが祝福へと足を運ぶ前に一番の友達であり最も大切な姉妹と喜びを分かち合いましょう。じゃあ祝福を手にするって、家庭はあくまで家庭に過ぎないの。最終的に私たちを幸せにするのは旅の終点で会う人よ。この質問をした子、あなたも分かっているでしょ。私たち女性はいつも多くの悩みを抱え、不安に思うことにたくさん遭遇するけれど、最も大切な友達と会うためなら私たちは山や海を越えることも厭わない。どんなに長い時間が経っても、どんなに道が遠くてもね、心から愛する友であれば私たちは楽しさに満ち溢れる。
私たち魔女にとってそれこそが至福の意味なの。クレイ、よくわからないけど魔女がママの友達なのは知ってるよ。強いて言うなら魔女界は私にとって共に青春を謳歌する女性たちのことね。さて、他のメンバーはまた今度紹介するわ。まだ少し用事が残ってるから話はこの辺でおしまい。またね、ママ。ほら、ロドコもママにバイバイって言って。え、またね、クレちゃん。それから親愛なるお友達さんたち、いつかまた会えると信じているわ。あ、それと今の時期はあの日が近いはずよね。ええ、またウィンドブルーム祭の時期になりました、アリスさん。そして特別な記念日でもある。アリスさんならよく覚えているのでしょう。思い出したわ。遥か遠い昔の同じ日にジェイが結婚したことを。本当に偶然ね。またこの愛と自由の日だったなんて。みんなウィンドブルーム祭を楽しんでちょうだい。Tumpah kopi gue baru buat. Nih bos ini nih. Gila, panjang banget. Gak kelar-kelar rasa. Coba geser. Kasih nggak nih, bang itu? Daijoubu? Daijoubu? Cukup yotta, dake da kara. Jikan wa mitsukete. Mada hoka ni mo. Demo, tashika ni. Ah, iya. Chigaku. Atashi wa得るものがあったと思う。この話はひとまず。ウグイスさん、君たち顔を上げてあっちを見るんだ。ウグイス、俺がウグ本当にウグイスさん。その文句を言いに大事な人の恋えちょ。マイオスが自分の幸せを見つけられて、なんだか私も本当に嬉しいな。それよりも私はスクロースの気持ちの捉え方の方が羨ま、人の幸せを喜び見返りも求めず精一杯私を助けてくれた。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は持ってないよ。多分私たちは同じくらい。私はスメールに行ったことがないし、外国の。それでもあなたは私今更自分を受け入れること。うん、確かこれは私の先月後でも。だからね、二人ともなんだか。あ、これってすごくとても甘い。私これ君が弁。ありがとう。もう。あ、おわ。いいの？もちろん。ねえ。ねえ。ガウガウ、ムンタ。よ。あ、幸せ。ねえ。幸いし、研究結果。手紙を書いて。どうやら。気になり師匠。ペンフレン。僕たち。俺がモンド。そうだ。
旅人。これは俺は強うわ、かなり。ちょっと、ま、これ今プレゼ、うん、これはスメールローズで作ったしおりだ。モンド人は今日という日に風の花を大事な人に贈るんだろ。私にとって3人とも私の家族だから。知ってるか、ティナリは俺たちが学術で結ばれた家庭じゃないと言っていた。一緒に論文を書く気はないようだ。そういう家庭じゃなくて、ただの兄弟ってことでいいんじゃないかな。うん。それからパティサラの種をモンドのみんなと旅人、それにパイモンに送るよ。うわー、オイラたちの分もあるのか。Sudah pindah ini mah. Kalau tinggal ampun dah. Tanu men yang disiram men. Tiker dulu. Aman bos. Bos saya siram tuh men. Dia segar. Orang ini tidur aja. Mentang-mentang habis dah alo. Kempleng tuh tangan bos. Kalau nggak dibawa tidur. Alah apa hubungannya kempleng sama tidur. Weh, kalau gua punya duit, gua ada perek nih, bos. Ya semua orang kalau punya duit megak laut. Namanya orang gak punya kayak gini lah. Kamsin mah gara-gara starter yang lagi dapat duit ya. Bagar starter rusak. Iya, kalau gak rusakin kan gak dapat duit ya men. Ada untungnya nih men. Mas 800 mejen, apa mejen-mejen itu kalau mau jadi selain jaman-jaman sekarang. Paling nanti masih, paling nanti. Masih dapat banget bos. Enggak, modal harian ku babang kan. Bro saya cuma berapa, 2 kilo atau 3 kilo. Tahu seringnya limpang gak itu? Atas 2 balok? Enggak. Limpang kemana dia? Takut ya, jauh meringge. Enggak, ke meringge mah gak bakal dapet duit dia mas. Masih bosnya mau dapet duit dia. Dibayar. Sarap dikit. Mana men? Masak ikan apa nih? Bakar ikan. Oh, tongkol, masak tongkol. Lamaan tuh. Lamaan ya. Tuh, datang tuh. Sekolah tuh. Men. Apa? Itu mah, jeruk kan jeruk lah. Kan nganggur lu, Mas. Tongkol 2 kilo. Tongkol 1 2 kilo dimasak itu. Oh, anggapnya gue ini enggak goreng, men. Goreng. Goreng. Kurang dah. Ya udahlah. Ya habis deh, men. Woi, pala botak di bawah sini nak kena hujan, cung. Itu si KL di WA-in, cuminya itu gimana? Kok nggak diambil-ambil? Telepon aja kalau nggak. Kore ga? Ah, Mondo no shu janai kedo. Kore wa atashi no kimochi o mottomo arawashite kureru shokubutsu da kara. Kore wa kanchuyo. Hmm? Skurozu mo? Ano kumo? Ayo, ubi da yo. Ayo, ubi da yo. Ayo mobil ayo. Sudah selesai kan? Rekam. Hmm? Sama kakek ya. Kakek uyut. Doang tuh diberi karung cuman tutup doang.
bongkar dulu tuh muatan tuh. Ini kopi siapa, Jo? Kopi saya. Uji aja. Ojo. Habisin, ya. Orang saya mau buat lagi. Ingat jam berapa lu, Di? Saya ngambil enggak, saya ngambil dari rumah ini. Iya, toh. Di, ah. Udah jam berapa? Ngangkat. Udah tua ngangkat. Ngapain ini minggu? Ini minggunya. Dapat dong. Dapat kilo setengah. Gua sisain itu 5 pit. Terus kayak ini mah ya. CWA ujinya menggigil. Udah gantung aja. Papan mau apa dah gitu. Cung, kalau buang plastik jadi gitu, Cung. Kotor.